ナンバーアンダーラインアイメンバー出演強すぎる一重飲用不ビアボール一重飲用不の真実に迫る驚愕16%もある一重飲用不ビアボール一重飲用不がなぜ4%まで下がるのかビアボールのアルコール度数の変化に焦点を当て読者の疑問をかき立てる飲料大手サントリーが 本年5月に新発売りするビール飲料、ビアボールの CM キャラクターに、人気グループナンバーアンダーライン愛の3人、平野翔さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんを起用することが明らかになり、大きな話題を呼んでいます。最近ネット上で話題になっている新しいビールがあります。それが、サントリーから発売されるビアボールです。 今回の注目ポイントは何と言っても、このビールのキャラクターに選ばれたナンバーアンダーライン愛のメンバー3人全員ということ。平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんが、それぞれのメンバーカラーに合わせたオリジナルグラスを持って、CM に出演することが明らかになりました。何でもありだ。乾杯だ。というキャッチコピーが印象的で、3人の可愛らしくも、 力強い乾杯シーンが魅力的です。こうした明るく自由な雰囲気がビアボールの特徴を象徴しているようです。何でもありだ、乾杯だのキャッチコピーと共に公開された3人が乾杯する華やかなビジュアルが印象的。さらにメンバーカラーをイメージした3種類のオリジナルグラスの予約販売もスタートしており、ファンの期待感が高まっています。さて、 このビアボールの最大の驚きは、そのアルコール度数です。なんと16%もあるのですから、かなりの強さですね。しかし、ここで注目したいのが、このビールを炭酸水で割ることで、アルコール度数がなんと4%にまで下がるという事実です。つまり、驚異的な高アルコール度数を持ちつつ、最終的には、普通のビールと同じくらいの度数になるのです。 これにより、ビアボールは幅広い層に楽しんでもらえるようになったと言えるでしょう。ではここで気になるのが、一体どのような方法でビアボールを割るのか、ということですね。ファンの間では早くも様々な憶測が飛び交っています。例えば、騎士くんはジンジャーエールで、翔くんはルイボスティーで、そして神くんはコーラで割っているのではないか、といった噂です。 果たしてその真相は一体どうなっているのでしょうか公式発表を待つ必要がありそうですね。ビアボールの人気ぶりも話題になっています。予約段階で品切れになるほど人気で、発売が待ち遠しいという声が上がっているのです。グラスのデザインが可愛らしく、しかも自分の好きなメンバーカラーのものが選べるということで、ビール好きの人だけでなく、 ナンバーアンダーラインアイファンからも高い関心が寄せられているようです。このビールはネット上でも大きな話題となっているようで、SNS では様々な反応が見られます。どのように味わえば一番美味しいのか、様々な割り方の提案が行われているのが印象的ですね。炭酸水以外にもジンジャーエールやコーラ、レモンなど様々な割り材が考えられるでしょう。 そして何より、ナンバーアンダーラインアイのメンバー3人が一堂に会して CM に出演するということで、ファンにとっては夢のような企画だと言えるでしょう。彼らの息の合った演技や、メンバー間の絆が感じられると期待されています。ビールの世界に新たな風が吹き荒れようとしています。ビアボールの登場により、ビール業界にも新たなトレンドが生まれるかもしれません。 私たちも、ぜひこのビアボールの魅力に惹かれて、その世界に飛び込んでみましょう。それでは、ビールで乾杯しましょう。何でもありだ。乾杯だ。サントリーのこのタッグから生み出される、ビアボールとは、一体どのような新感覚のビール体験を私たちに提供してくれるのでしょうか。16%という驚異のアルコール度数。 まずビアボールの最大の特徴は、何と言っても驚異的なアルコール度数です。通常のビールが5%前後なのに対し、ビアボールは実に16%にも及びます。これは通常のビールの3倍以上にもなるというから驚きです。しかし、これを炭酸水で割ることで、アルコール度数は約4%にまで引き下げられるのだそう。これにより、 ビアボールは様々な場面で気軽に楽しめる飲料に変身するのです。ビールは強すぎるけど、発泡酒では物足りない。そんな人々の中間に位置づけられるのがビアボールなのかもしれません。フレッシュな炭酸感とビールのコクがバランスよく融合した、まさに新体験のドリンクと言えるでしょう。ファンの間では喜びの声も。ビアボールの発売に際し、 ナンバーアンダーラインアイファンの間では大きな歓喜の声が上がっています。ナンバーアンダーラインアイの3人が出演するなんて最高。メンバーカラーのグラスも欲しい、早く予約したい。ビールとはまた違う飲み心地だと思う。気分転換にちょうどいい。アルコール度数も気にせず楽しめそう。友達と一緒に飲みたい。 SNS などで寄せられたこうしたコメントからも、ビアボールに対する期待の大きさが伺えます。なんと予約段階ですでに品切れ状態になっているというから、その人気ぶりは並大抵のものではないようです。何でもありだ、乾杯だ、というキャッチコピーに象徴されるように、ビアボールは様々なシーンで楽しめる自由度の高い飲料となりそうです。また、 ナンバーアンダーラインアイというアイドルグループとのコラボレーションも注目を集めているポイントです。割り方で個性を演出。では、ビアボールはどのように割って楽しむのが良いのでしょうか。ファンの間ではすでに大きな議論が巻き起こっています。岸優太さんはジンジャーエール、平野翔さんはルイボスティー、ジングージさんはコーラ。各メンバーのキャラクターに合わせて、 それぞれ個性的な割り方が提案されているのです。果たしてこの憶測は的中するのかあるいは全く別の組み合わせが用意されているのかそのお楽しみは5月14日の発売を待たなければならないでしょう。ビアボールの魅力はまさにこうした楽しい想像をかき立てるところにあるのかもしれません。 自由に好みの割り方を試せるというのは、まさにその何でもありだの精神に通じるものがありますね。新たなビールの楽しみ方を提案。これまで述べてきたように、ビアボールは従来のビールとは一味違う。まさに新感覚のビール体験を提案するドリンクと言えるでしょう。アルコール度数の高さを抑えつつも、ビールのコクと炭酸の爽快感を両立させた。 まさに大人のたしなみ。しかも、ナンバーアンダーライン愛メンバーが出演する CM とそれに連動したオリジナルグラスの予約販売などファン心をがっちりつかむ仕掛けも用意されています。このように、ビアボールは新しいだけでなく、楽しい要素も兼ね備えた一品と言えるでしょう。これまでのビールの定番イメージを覆す。 まさに革新的な商品だと評価できるかもしれません。ビール愛好家はもちろん、これまであまりビールには興味のなかった人々にも、ビアボールは新しい飲料体験を提供してくれるかもしれません。ナンバーアンダーラインアイというアイドルグループとのコラボレーションも、大きな集客力を発揮するでしょう。ビールに新たな可能性を感じさせてくれるビアボール。 これからのビール業界に大きな影響を及ぼすことになるかもしれません。新しい楽しみ方を提案してくれる同商品の今後の展開にもぜひ注目していきたいですね。